はい、こんばんは。午後8時を回りました。霞ヶ関政策総研の時間です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。この番組はですね、毎度おなじみソリトンシステムズのスタジオをお借りしまして放送しております。先週ですね、元総理菅さんにお話を伺いまして、前回は原子力それから新エネのお話だったんですけれども、今日はですね、エネルギーなんですけれども、新エネでもなく原子力でもなくガスです。しかも最近富に話題になっておりますシェールガスというところに焦点を当てまして、その専門家の方をお招きいたしましてですね、このシェールガスというのはなんかシェールガス革命と言われておりますけれども、本当に有望なのかどうなのか、その辺のところも含めてですねお話を伺いたいと思います。ゲストはこちらの方です。常葉大学教授でいらっしゃいます山本隆三さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。そしてもう一方ですね、エネルギーに詳しいジャーナリスト石井貴明さんです。石井さん、こんばんは。よろしくお願いします。山本さんは、はい、今は常葉大学の教授でいらっしゃいますが、この前以前はその実際に商社で、はいはい、このエネルギー関係のビジネスに直接も携わっておられたという、そうですね、どういう簡単にどういうご経歴？石炭の開発ですね、はい、特に北米、オーストラリア、はい、世界中石炭のあるところどこへでもやってたんですけども、はい、それを開発して輸入する仕事で、その後はですね、はい、地球温暖化の問題に携わりまして、海外で温暖化を防止するプロジェクトっていうのをやってたんですね。はい、はい、ですから、石炭やってる時に二酸化炭素出しまくってたんで、罪滅ぼしで、あ、そうですか、温暖化の事業をやってたっていう。あれ、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、はい、今日はなんか最近その日本の、ね、うん、原発事故以来、はい、他のエネルギーは何かということで、もちろん石炭も、うん、注目されてるんですが、やはり私は特に北米のシェールガス、はいはい、私の感じではですね、なんか日本の原発が事故起きたから、うん、シェールガスがこんな風に盛り上がってますけど、その実際のところどうなんだということでちょっと詳しくお話を伺いたいんですが、うん、資料をいくつか用意していただいているんですので、はい、ちょっとそれをもとに、はい、じゃあご説明をいただければと思います。はい、はい、お願いします。しました。ですね、まずシェールガスというのはアメリカで生産がすごく増えているんですね、はいはい、で例えば去年の実績を見ますと、はい、アメリカで生産されている天然ガスのもう 40%、はい、正確には 39% がシェールガスになっていると、はいはい、でこれがですね、はい、やはり将来輸出されるんじゃないかという期待が日本にはかなりあるわけですね、うん、で確かに輸出はされる可能性はあると思います、はい、ただ安くはない。そのね、やっぱり価格って大事じゃないですか、で私もその日本の報道とかあるいは政府のね、例えば資源エネルギー庁が今回の一連の値上げ、電力会社の値上げで、その査定するしますよね、はいはい、その査定する方針の中に将来シェールガスが安く手に入るので、今からちょっと査定を厳しくしますみたいなことを、その実際にその方針を掲げたときにものすごく危ないな、違和感を覚えたんですけれども、なんでこんなみんな期待してるんですか。そうですね、分からないですね。というのはですね、輸出する立場になって考えれば分かるんですけれども、はいはいはい、アメリカの天然ガス会社、エネルギー会社はシェールガスを輸出したいと言ってるんですね、はい、でロビー活動もやってます、はいはい、でなぜ輸出したいのか、はい、それは儲かるからなんですね、うんうん、で例えばそのシェールガス、天然ガスっていうのは今日本が買うときは原油価格リンクだと、はいはい、でよくそのマスコミがですね、日本の電力会社はバカだから高い天然ガスを買ってるとか言うんですけれども、うん、原油価格リンクってのは別に日本だけじゃなくて、うん、天然ガスを直契約で買うときはヨーロッパもそうなんですよね、うんうん、でシェールガスが入ってくれば原油価格リンクではなくてもっと安く買えると思ってるわけですよね。ところが例えば今年のエクソンモービルの第2四半期の決算説明会、機関投資家の決算説明会で、エクソンモービルはいや、これ今後数年間のプロジェクトは天然ガスは原油価格リンクで売れますってはっきり説明してるんですね。あ、そうなんですか。なぜかというとやっぱ彼らは原油価格リンクで売る方が高く売れるから、だから買う方はもちろん違う買い方で安く買いたいんですけど、うん、売る方はやっぱり儲けたいっていう、まず科学についてはそういうことが言えますよね。それからその
アメリカの需要、生産も増えてます確かに、うんうん、ところが需要も増えてきてる。あ、国内で、国内で、アメリカの国内で、アメリカ国内で。それはいくつかあるんですけれども、一つはオバマ大統領が今年の6月に温暖化対策で石炭火力はもうあまりやらないと、で9月の20日にはですね、アメリカの環境保護庁がですね、石炭火力からの二酸化炭素の排出を規制する案というのを発表したんですけど、これもう石炭火力新設できないぐらいの厳しい数字なんですね。でもしそういうふうにアメリカが本気でやったら、今後電力の家内の部分はやっぱり石炭から天然ガスに変えていく。でシェールガスが出始めてから、実はアメリカの電力というのは石炭のシェアは 20% ぐらい落ちたんです。落ちた。アメリカはですね、実は電気の半分を国内の石炭で作ってるんですね。あ、これ意外と知らないですよね。意外知らないです。ところがこの5年間ぐらいでそれがもう 40% 切るまで落ちてるんです。50から40切るまで落ちたわけですね。でその分は何で埋めたかというと、シェールガスで埋めてるわけですね。あのね、そう考えると、シェールガスっていう言葉が、その日本のメディアとか政府の、まあ、審議会の資料とかね、そういうところで登場し始めたっていうのは、大きく登場したのは、やっぱ震災以降なんですが、実際はアメリカの、あるいは外国で、世界ではシェールガスっていうのはいつ頃から注目というか、いつ頃からその商業に使われてたものなんですかね。シェールオイルとかシェールガスというのは昔から注目されたんですね、ところが安く掘れなかった。で安く掘れ始めたのが2007、8年頃から。あ、やっぱ最近なんですね。最近なんです。ですからアメリカでもそのシェールガスの生産数量、14番の資料を見せていただきます、資料お願いします。これをご覧いただいたら分かるんですけれども、です、ね、はい、急激に増えてますよね。でシェールガスのシェアというのがですね、15を見せてください、2007年頃あれしかなかった、 10% もなかったのが、2012年には 39% までいってるわけです。シェアというのは天然ガスに占めるシェールガスのシェアなんですね。でもこれもうほとんど半分にいく勢いですよね。半分にいく勢いです、このままいきますと。はあ、ですからアメリカはそのシェールガスが非常に出てきたんで、天然ガスの生産量がものすごく伸びてる。ところが、今申し上げたように需要も電力業界で伸びてますし、これからもその二酸化炭素の対策でやっぱりシェールガス、天然ガスをもっと使うようになるから、それが一つと、もう一つは天然ガスを原料で使って化学プラントをやりたいっていう人がものすごく出てきてるんですね、アメリカ。原料というとつまり、で、発電所の場合は燃やしてするんだけど、原料というのはその要は化学プラントの原料で、それから化学製品を作る。化学製品を作ると。ですから石油化学っていうのがありますけど、はいはい、それの原料を天然ガスに置き換えるわけですね。あ、そんなのあんだ。デュポンって有名な会社がありますけど、インドの工場を閉めて、アメリカの内陸部に作ろうっていう、この前決算発表で言ってましたね。本当？はい。だからまさにそういう話が起こる。今ですね、アメリカではもうその天然ガスを原料とするプラントが目白押しです。ものすごい数が今そっちの需要で。でもう一つその問題は、天然ガスを原料とする化学会社はですね、シェールガスの輸出に反対してるんですよ。それは要するに俺んとこで使うと。そう、あいつにやるなと。そう、なぜかというと、シェールガス、天然ガスが仮に今の天然ガスで少しでも安く輸出されると、それは EU とアジアの競争相手を助けることになる。なるほど。だからそれはアメリカの産業界の競争力を損ねるんだから、天然ガスは付加価値をつけてから、要は化学製品に変えてから輸出すべきだと。なるほど。いうのがですね、アメリカのその大手の化学会社、例えばダウケミカルが筆頭ですよね。あ、だからそういう人たちからすると、日本のそのまあ世論というかね、メディアで、あるいは政府でシェールガスが安く買えますよっていうのはおそらく滑稽に見えるんでしょうね、じゃないかな。私ね、アメリカのそういう、仕事関係者と話すと、以前この番組でも言ったと思うんですけど、みんなね、なんで日本のね政府とかメディアは、なんでシェールガスがそんなに有望だっていうのかよく分かんないと。だから不思議だっていうのは、やっぱりそういうアメリカ国内の事情っていうのを日本のマスコミほとんど報じない。なんかいいとこばっかり、あるいはまあ脱原発をしたいのかもしれないですけど、そういうなんかこう精神論というか、そっちが先に
ってるように私は思うんですけど、そうなんですね。ですからもっとその事実を冷静に分析すれば、うん、シェールガスが将来安く出てくる可能性は非常に少ない。あで輸出はされるかもしれませんけれども安くはない可能性が高い。でアメリカはもう一つ問題ありますね、はいはい、実はシェールガスの生産増え始めたんで21を見せていただきます、はい、お願いします。これはアメリカのパイプライン網なんですけどね、はい、今シェールガスというのは最初はやっぱり天然ガスがあったテキサスとかルイジアナ、うん、あの南の方にパイプラインがうわーっとたくさん集まっているとこありません、はいはいはい、あの辺り生産されてたんですね、はいはい、ところが最近はノースダコタとかに生産が始まったわけです、こう見ていただいたら分かるんですけどノースダコタ州ってカナダの国境近くの真ん中あたりですから、はい、パイプラインなんか通ってないですよ。本当だ。なぜかというと人口70万で州の面積は日本の半分なんですよ。日本の半分の広さに人口70万しかいないところに天然ガス買う人そんないるわけないですよね。ところが今度はそこで生産が始まったから天然ガスを送らなきゃいけない、パイプラインがないんです。どうして送って LNG にしていくんですか。いやですからパイプライン作んなきゃいけないんです。あ、これから、これからですから、今アメリカの天然ガスパイプラインというのは49万キロぐらいあるんですけれども、うん、これからさらに増やさなきゃいけない。そのお金がかかるんですよね。だからそれは要は天然ガスの需要家が払うしかない。それが一つ。それともう一つね、天然ガスですごい問題があるのは、ええ、その電力会社が石炭から天然ガスを変えましたよね、うん、はいはい、そうすると炭鉱から遠い電力会社ほど要は石炭というのはかさばるんで高いんで、うん、天然ガスに変えたわけです、うんうん、例えばニューイングランドといわれる北東部の電力会社、はいはい、ほとんどもう石炭やめちゃって天然ガスにしたんですね。そしたらですね、今年の1月大寒波来たんですよ、うん、で電力需要増えますよね、天然ガスの需要も増えますね、うん、送れなくなっちゃったんです。あのパイプで、パイプ、パイプの能力超えちゃったんです。あ、要するに細すぎたってことですね。簡単に言えば、簡単に言えばそういうこと。もうちょっと太けりゃいいのに、うん、細くてだけど需要が増えちゃってと。そんなことがあったんですか。でいくら値段がどんどん上がって隣の州の10倍までいってです、ね、ガスの価格が。だから日本の輸入価格も2倍以上まで上がっちゃったという実験があるんですね、うん、そういうのって石井さん全然報じられないよね。そうですね、まあ、この逆に今48番を映していただけますでしょうか、はい、面白い図がありましてですね、はい、ヨーロッパと、ただ前向きの話もちょっとだけ付け加えてみようかなと思うんですけど、これ48番ですね、はいはい、これ日本とヨーロッパと US なんですけれども綺麗に三極化してるんですよね。でこれはもうお分かりと思うんですけれども、あの先生がおっしゃったように2009年から急落したんですけれども2011年から日本だけが突出して伸びてるんですよね、うん、これは皆さんもお分かりと思うんですけれども、シェールガスっていうのは確かに価格抑制効果があったっていうプラス面は先生この時期はあったんですけれども、どうも日本だけ取り残されちゃった理由っていうのは原発止めたからとしか思えないんですよね、うん、でだからそうさっき言ったようにアメリカの業者さんもヨーロッパの売り手である中東のアラブの王子様たちもですね、日本のためを思ってやってくれるわけではなくって、日本が他に選択しないからこんなものを高く売られてたんじゃないかなっていうことがあって、まあ、プラスにはなるけれども抜本的な問題はエネルギー不足が日本にあるんでですね、なかなかそれシェールガスが魔法の杖みたいに世の中変えてくるのは僕は全然思えないし、そうだからこの番組通じて今日ぜひ申し上げたいことっていうのは、シェールガスというのは有望ではあるんだけれども、その今おっしゃったようにこれは魔法の杖というかね、これがあれば全てが解決するといったような、それは悪いけど逆にそれは神話みたいな話で、ただちょっと期待しすぎちゃってる面は分からなくもないですよ。他に手がないですから、役人の人も分かってと突っ込んでるし、分かってないんじゃないかと思うんだよね。言葉は良くないですけど、反原発派の一部の方々、広瀬隆さんとか天然ガス万歳とか著書で書いてるんですけれども、うん、まあそれはいつもの彼のいつものパターンで、過剰に評価しすぎ、冷静に全く先生が言ったように評価してないんじゃないかなと僕は反省してますね。いや、そのよくねそのさっき山本先生おっしゃいましたけど、その原油価格連動だと、うん、で日本は、まあ、震災前から、特にガスについては長期契約、あれはだいたい20年ぐらい買うという契約を結ぶわけですよね、外国と産ガス国と、ところが
それだけではなくて、うん、そうするとね、さっきまさにおっしゃいましたけど、原油価格、ヘンリーハブですけど、原油価格連動で買うなんていう、そんなめでたいことばっかりやってないで、うん、スポット、短期の市場でもって調達することによって、調達を多様化する、で、多様化すること自体は、それは努力しなければいけないと私も思うし、それは大事だと思うんですが、今度ね、短期神話みたいなものができちゃってるんですよ、このね、山本さん、実際にビジネスやられてて、この短期市場と長期市場っていうのは、その、分かりやすくどう同じでどう違うのかって言われたときに、どういうふうに答えればいいんですかね。安定的に買いたいんであれば、やっぱり長期契約の比率がある程度高くないといけないわけですね、うん、でさっきヨーロッパの天然ガス価格より日本の価格が上がってるっていう話があったんですけど、はい、これはね、ヨーロッパはスポットを混ぜれるんです。なぜかというと、ヨーロッパの天然ガスの4分の3ぐらいはパイプラインで来てるんですよね、うん、要するに EU 行きないからではなくて、北アフリカ、アルジェリアとかロシアで、ヨーロッパは一番依存度高いと天然ガスはロシアなんですね。ところがロシアはもうプーチンさんになってからすっごい怖いわけですよ。2回今までヨーロッパ向けの天然ガスのパイプライン止めてるんですよ。でしかも一番寒い時に止める。ヨーロッパ一番寒いのは1月ですから、1月に止める。そうヨーロッパはもう本当震え上がるわけですよね。でそれが怖いから、最近ヨーロッパはロシアからの比率どんどん下げてるんです。で10番見せていただきます。はい、お願いします。でこれは安全保障、エネルギーの安全保障を考えるときに、はい、日本がどこから買ってるかっていうことなんですね、うんうん、でさっきお話しましたように、アメリカの国内ですら、例えば天然ガスにものすごく依存すると、天然ガスの値段が突然10倍になったりするわけですよね。で要はエネルギーっていうのは分散していろんなとこから買わなきゃいけない、うん、ところが日本はですね、石油の 85% が中東から来て、天然ガスの 30% が中東なんですね。でヨーロッパは天然ガスはロシアから昔50だったのが今30になってるんですよ。10年ちょっとの間にそれだけロシアの比率下げたんですね。でその分北アフリカ、アルジェリアからパイプラインで来てるんですよ、あれ。それからアフリカの一部、例えばナイジェリアからは液化天然ガスとか、そういうふうにして分散を図ってる。で大事なのはですね、液化天然ガスになった場合はスポットではほとんど買えないんです。なぜかというと、液化天然ガスの設備っていうのは下手したら1兆円ぐらい変わるわけですよね。1兆円の投資をする人が売れるか売れないかわからないときにそんな投資できないんで、必ず長期で買ってくださいと、こうなるわけですね。ですから液化天然ガスの長期契約というのは、テイクオアペイっていう契約、要は買わなくても金は払わなきゃいけない、うん、そうですね、というのは、はい、その設備が高いからなんですよ。で石炭なんかはテイク&ペイ、要はアンドペイなんです、オアじゃなくてオアからですね。要は買った時だけ払います、買わなきゃ払わないよと、これまあこれは普通ですよ、ね、それは要するに石炭の方が LNG に比べて、はい、そのまあ生産設備とかそっちの方のコスト面でかなり優位だということなんですかね。そうなんですね。それともう一つは、石炭の方は競争相手が世界中に散らばってる。で石炭というのは先進国の土が多いわけですよ。カナダ、アメリカ、オーストラリア、うんうんうん、それからまあ南アフリカ、うんうんうん、それから中国、ロシア、インドネシアで、どっからでも買えるんで、あんまり売る方も勝手なことは言えない。なるほど。あいいよと、あんまり勝手なこと言ったらいいよ、もうあんたお前とか買わねえねえと、うん、言えるわけですよ、ね、それが天然ガスとか石油とちょっと違うところですよね。で、まあ、追加すると、先生が言ったのもまさにその通りなんですけど、いかに菅さんがいきなり原発止めて、お前中東行けって言ったことを何にも知らないんだっていうことがよくわかります。そう、あれはね、ただ僕はね、あれは菅元総理だけじゃなくて、意外とね、役所の中っていうのは、はい、現場知らない人が多いんですよね。知ってる人はね、絶対そういうこと言わないんですよ。だけど知らない人も結構いるもんですからね、人事異動でコロコロ変わるもんですから、はい、そうするとね、まあちょっと言葉の良し悪しはありますが、その駒を動かすような感覚になっちゃう、ね、になっちゃう。あれ中央官庁にいるとね、どうしてもそういう感覚になる人はね、増えちゃうというか、そういう人出てきちゃうんですよ。確認じゃないんですけど、中部電力の人、ちょっとこれコンファームしてない情報って視聴者の方に言いますけど、でいきなり止めろって言ったら、会長が翌日に中部電力はカタールに飛んだんですけれども、大使が出てこなくて、経産省のアタッシュしか、私がようやく出てきて、しかもその人も情報を何も知らなくて、って騒いでたっていうことを聞いたことあるんです、うん、ちょっとこれ確認してないんで、電力関係者の方からの情報なんで、
だそこまで大混乱していきなり決めた政策だったんです。で今3割っていうのはあれ多分2009年の数字だと思うんですけど、うん、ご存知の通り中部電力はカタールからほぼスポットに近い状況で高いお金で買わされたんですね。先ほどのあの数字ヨーロッパの2倍アメリカの5倍っていうのは中部電力をはじめとして日本の電力会社の購入の金額のあそこまで足元を見られちゃって、しかも7割ですから。で今皆さんもご存知の通りちょっとだけ緊張が緩和しましたけど、あそこホルムズ海峡依存度っていう言葉が専門家の間であるんですが、あそこを通っている中部電力管内の場合6割から7割去年行ったという。だから中部電力はあのホルムズ依存度が、ね、はい、高くて結構心配してると思いますよ。でこれあのホルムズ海峡ってご存知かもしれないんですけど新潟県と佐渡島ぐらいの間で、うん、あそこに機雷を制空権とか制海権がなくてもばらまくだけで、うん、いやばらまかなくてもばらまいたって言っただけでですね、海船は絶対数ヶ月止まっちゃうという恐ろしいところなんですね、うん、それを何にも考えないでいきなり決めちゃったっていうのは本当僕は政治的な中立だけども菅さんどうにかしてくれよ責任とかしか僕は恐ろしさで言わざるを得ないですよね。いやだから、まあ、先週ね菅元総理出ていただいて当時の話いろいろお伺いしましたけれども、まあ、そういう東日本大震災以降原子力がああいうふうになって日本はその311より前に加えてさらにその厳しい状況にあるんですけれども、ただ山本さんは日本のね、政府なり、まあ、メディアも含めて、うん、今石井さんおっしゃったように交渉力、つまりLNG を変えるのは総括原価方式でなんか青天井に高い金払えるから変えるんだとかなんとかっていうことを言うしているんですけど、私は全くそれはそうじゃなくて、そのやっぱり長期でコミットしているから比較的まあね比較的そこそこの値段で買えるのであって、これで原子力やめちゃったら各国知ってるわけですよね。その日本っていうのはだって資源がないことみんな分かってるわけだから、そういうことがなんでねそのこの国の中にいるとなんか分からないっていうかですね、そこら辺の感覚って僕は不思議だなってのあるんですけど、実際商売されてて現場ではその辺の感覚ってのは商社の方ってのはどんなふうにその思ってらっしゃるんですかね。まずね私は世間で総括原価主義だから電力会社はその無駄な金をいっぱい使ってるっていう論調が結構あったんですけど、うん、現実は私はその石炭を電力会社に売ってたんですよね、うん、でそういうこと感じたの一回もないんですよね。ああそうですか。ものすごくケチですよ。あ電力は電力会社石炭買うのにもう本当最後1円まで1セントまで負けろだ。だから電力会社と その価格交渉を担当してたわけですけど、もう決着しない。本当は3月末までに決着しなきゃいけないのが8月9月ザラですよね。で9月30日越したらもう契約がどうなるか分からないと。だからもうそこがギリギリでもう本当9月末どうするかっていう、それぐらいケチ払わない。それで強気だったのはやっぱり競争相手がたくさんいたからなんですかね。商社でも国でもなんですか、ね、ですから長期契約で数量の約束はしてるけれども値段は毎年決めなきゃいけないわけですよね。だからそこが非常に難しくて、特に石油がどんどん上がり始めたりすると、うんうん、サプライヤーは強気になりますよね、うん、あそれ嫌だったらじゃあ石油買ったらみたいな話もあるわけですよ、ね、逆に言われちゃう、うん、逆に言われますよ。で電力会社冗談じゃないと電気代上げられないんだからお前少しでも安くしろと、あもう大変ですよそこのせめぎ合いでね、うん、そういう話を書いたら、うん、この人の言うことは信用できないとかって書き込みがあるんですけど、それは事実はどうして信用できないのかそれを言ってほしいなと。私もそういうことしょっちゅうありますますよね。非常に不思議だ。それでね、今僕山本さんのおっしゃった中で一つねぜひ詳しくお伺いしたいのは、毎年値段決めるんだと。そうなん、長期契約で別に契約した20年前からの価格を五条大事にやってるわけじゃないっていうの、これまたみんな知らないんですよ、だから例えば一番最初の日本でシェールガスのシェール LNG ですかね、うん、シェールガスの LNG が入ってくるのは今の電力ガス会社の発表によると大阪ガスと中部電力がジョイントした2017年の6月かな、それが、アメリカの東海岸のフリーポートから入ってくるというのがどうも一番最初らしいと、で2017年って言うとですね今から4年後だからまあこいつなんだけどすごい先なんですけれども、
その時の価格って読めませんよね。読めませんね。で最初にお話したようにエクソンモービルは、うん、その時の価格は原油リンクだと言ってる言ってるわけです、うん、だから機関投資家に対しては心配しなくていいと。あ、投資家にはね。え、投資家にはそうだ。機関投資家への説明会ではそういう話をしてるんですね、うん、それエクソンにしてみたら投資家から金集めなかったら自分も掘れないわけだから、うん、当然そう言いますわね、うん、はい。でもねその辺のね、まあ、今山本さんそれを書いたらねなんか迷惑がられるみたいなね、ことってのは私もしょっちゅうありますけど、あのね逆にですね、逆にというかだから、まあ、この番組でやってるってのあるんですけど、本当に石井さんあれだよね、このだってあれじゃないですか、ジャーナリズムの世界だって、はい、こういうのってほとんど報じられてないでしょ。まあ一言で言うと僕がフリーになっちゃったからかもしれないですけど、なんか変なこわばりとかですね、自粛ってよく批判されますけど逆の方向で働いてんじゃないかなっていう感じがしますね。真実を伝えないとか電力寄りの話を言っちゃいけないとかですね、今ご存知の通り電力なんて怖がってこうよく原子力村とかありますけれども全くスポンサーもなくなっちゃったし逃げ出してるしあらゆることにですね、だから逆に電気自動車とか研究が困っちゃってるっていう話も聞いてるんですけれども、だからなんで伝わらないの、こういうの当たり前で。いやだけどね、はい、電力会社も都市ガス会社も言わないんですよ ね、はい、あちょっとね都市ガス会社も言わないんですよ。真面目な、いや真面目なんだか何を怖がってるのか知らないけど、お客さんが増すじゃないですか。だで2011年のパニックってやっぱり怖かったと思うんですよね。あの罵り合いとかですね、東京電力デモとか、うん、エリートの人たちからするともう言葉は良くないですか、全く別世界の攻撃だったと思うんですよね。それがまだ尾を引いてるのかなと僕は思うし、逆にその人たちを聞くマスコミっていうのは自粛しちゃうっていうのが不思議な世界があるんですよね。で、まあちょっと全然出てない情報を46番って写してもらえますかね。今の話では追加なんですけれども、はい、電力量構成比ってこれ恐ろしいことになってるんじゃない、みんな知ってるとは思うんですけれども、火力が9割いっちゃってるんですよね。これみんな専門家知ってる話なんですけれども、で日本のエネルギーってこうやって分散分散って先ほど先生がおっしゃったように、それは努力して、確かに原子力がぶっ潰れてもですねうまく機能したって、これは正しい政策なんですけれども、今逆にぶっ潰れちゃった後の次がなくって、しかもこのうち火力のまあ、ガス、石炭、LNG 全部日本で取れないものなんですよね、うんうん、でこれって止まっちゃったらどうなんのっていう話を今誰もしていないんですよね。例えば先ほど言ったメディアのこわばりとかですね、政府からも出てこないと、政治家は何にも知らないと、うん、どうなっちゃったんだろうなっていうことを私は、まあ、この機会に言いたいなと思ってますね。これだけど、まあ、この、ね、今石井さんがお示しいただいた緑のやつが原子力発電の比率なんですけれども、はい、まあ、さっきあの山本先生のお話もありましたけど、やっぱり分散というかですね、一個に偏っちゃうとどうしても交渉力も低くなってしまうしダメだということで、例えば山本先生ね、このね石井さんが示したこの図で、はいはい、その山本さんの感じではですね、日本の国内のエネルギーのベストミックスっていうのはどのぐらい、どういうね、うん、構成だと、まあまあそこそこ望ましいわと、いうのは山本さんのお考えだとどのあたりに何パーセント、まあアバウト何パーセント何パーセントぐらいなんですかね。これはね、震災前の、はい、構成比というのがですね、うん、ベストミックスに近いんだろうと思う。2010年ですかね、だから、ね、27番のスライド見せていただけますか、はい、ヨーロッパの全体っていうのは非常にちょっとこう数字が分かりにくいかもしれないです。EU27 カ国の数字っていうのが下にありますね、はい、でまあ、HHI というのはちょっと経済的に独占を図る指数なんですけど、うん、これは低い方が独占はされてないということですけど、今日本はその原子力が 2.7 になって HHI が24だったのが30になってるんですね。ところが EU27 カ国って震災前の日本と同じで24なんですよ。っていうのはね、やっぱりベストミックスというのはどうも HHI というその独占を図る指数が24ぐらいなんですね。だから日本はやっぱりベストミックスがかなり今崩れてる、危ない状態にあるだっていうふうに思います。でね、もう一つね、実は EU と日本がね、はい、すごく違うことがあって、はいはいはい、それは何かというとですね、はい、EU というのは実は連携してるんですね、パイプライン。9番見せていただけます、はい、お願いします。これね、EU の送電線網と
パイプライン網の図なんですけど、はい、あの向かって左の方がパイプラインです。赤いのは流れる量が多いパイプライン、ロシアからすごく来てますよ、はい、それから北アフリカからもかなり行って、はい、そうですね、イタリア経由でパイプラインって行ってるんですね、はいはい、でね、右側は送電線なんですよ、はい、で EU って送電線が北アフリカからトルコ、ロシア、イスラエル、中東までつながってるんです、実は。だからもし万が一のとこは時はどっかから電気が来る。あ、だからどっかから来ると。どっかか日本とは全然1個ダメでも大丈夫と。大丈夫です。ですからね、うん、自給率とかそういうことを考えるときに日本はやっぱり非常に特殊なんだということを考えないとですね、 EU とは同じようにはいかないということなんですよね。だからハンゲンバスカでドイツとイタリアを見習えっていうのが、これなんで知らないのかなっていうのが僕不思議なんですよ、ね、うん、だからドイツイタリアと日本は全然事情が違いますよね、うん、でもう一つね、 EU は送電線がつながってることで、例えば再生可能エネルギーなんかすごく導入しやすいんです。例えばスペイン今風力がすごく多いわけですね。夜間風が吹くと電気が余ってしまうわけですよ。で電気が余っても捨てられませんから、どっかで消費しなきゃいけないでどうしてるか、モロッコに送ってるんです。あ、そう、北アフリカに。なぜかというとフランスとの送電線の連携線が細いから、うん、でフランスも電気世界最大の輸出国ですから、原発あるし夜間そんな電気いられんよ と、うん、とモロッコ。それモロッコは来ると自分とか石炭が多いんで石炭火力を落として、あ、ラッキーみたいな感じですよね。ただドイツの場合はですね、ポーランドとかチェコとかですね、あんまし工業化が進んでいたところに流しちゃって、もう首脳同士の外交問題になってるんですよね。勝手に流すなとか、勝手に流れる。そう、だって発電しちゃうんですもんね、はい、だってあれ僕ね、自然エネルギーの、うん、あ、プロですね、自然エネルギー、再生可能エネルギーですか、うん、自然エネルギーの特徴というか、うん、デメリットの一つは勝手に発電しちゃうところなんですよ、ね、そうなんです。いつ来るか分かんないっていう、うん、そうなんです。それで、うん、今おっしゃった、石井さんおっしゃったそのドイツの問題というのは、うん、ポーランドが怒ってるのは勝手に電気が流れてくるんです。なぜかというとドイツは北から南に送る送電線が細いんですね、はい、で風力発電は北ばっかりにあるんで、はい、で北で夜間風が吹くと電気がものすごくできるんですけど南は送れないんですよ。と電気は勝手にポーランドに流れちゃうと、ポーランド困るわけですよ、予想してない電流が流れてくるから、ということが今起こってるんです。そうすると、ええ、金出して買いたかねえと、そんなものは、うん、流れてきちゃうと、そうするとで制御しなきゃいけない。で今最近はドイツもちょっと原発の問題で電気あんまり余ってないですけど、電気余ってるとった時は実はポーランドにお金をつけて差し上げてた。夜引き取っていただいてたんだ。夜電気買ってくださいって言ったってポーランドっていらないよ。いらないと。そうしょうがないから、じゃあお金あげるんでって買ってください。で実はデンマーク、今世界一電気代高くなっちゃいましたけど、うんうん、日本の2倍くらいになってますね、家庭用の電気代って。もう40円ぐらいまでいってますけれども、そのデンマーク風力発電やっぱり夜風が吹くわけですよ、電気余りますよね。と隣の国に売りたいんですけど、みんな夜電気いらないって言われるんですよね。だからデンマークも一番電気いらないって言われた時はお金つけてあげてます。だからデンマークの電気代が高いのはそれも一つの理由なんですね。引き取り料を自分でオンしちゃってるもんだから、消費者から料金で回収しないとしょうがない、しょうがないっていう。あとそれに付け加えると不思議な話があって、発送電分離の強制的にヨーロッパやったんですよね。そうすると送電会社と配電、発電会社の利益が全く違っちゃうわけですよね、うんうん、で送電会社作りたくないっていうのは実はそれがあるからで、よく自然エネルギーは発送電分離で進むとか言ってるけれども、ヨーロッパで起きてる現象は全く別で、逆に発送電を一体化して国が関与すればした方がいいっていう結果が出てるにもかかわらず、発送電分離しろって日本でトンチンカンな議論が行われてるっていうのは僕もそれも不思議だと思って。いや私はね、発送電分離についてはその、まあ、危機管理の観点とかね言うのもあるんですけど、なんといってもなぜ私は実は発送電分離ってのは反対なんですけど、なぜかというとその日本ってもう釈迦に説法ですけど、ほとんど輸入エネルギーじゃないですか、うん、で輸入エネルギーってことは あんなめんどくさいものを石炭にしても LNG にしても石油にしても輸入できるといったら大資本しかないと、うん、船でえちらおちら持ってきて港にタンクを作ってと、あるいは石炭のね貯炭場を作るなんてのはこんなもん大資本じゃなきゃできないと、うん、で例えば LNG っていうのはガスは実は7割が電力会社なんですね。
都市ガス会社は3割で、あとほんのちょっと石油会社がまあいるという中で、発送電分離すると何が起こるかというと、電力会社と都市ガス会社が価格支配権持っちゃうと、結局そうですね、だからそれによって自由な競争が出るといったって、それは出るわけがないし、逆に私は消費者デメリットがあるなんて話をすると、さっきの山本さんじゃないですけど、あいつは変人だとこう思われちゃったりするんですけれども、今日はあの CNN のね、そのドイツとかそういったものの資料もこう用意していただいてるんで、もし、その EU の電気料金せっかくこうあるので、ちょっとそれに基づきながら一つこれについてもちょっと、ね、あの説明を加えて、この資料でですね、高騰する EU の電気料金ってのありますでしょうか。何ページ目でしたっけね、です出ますか。あ、これね、知らないんですよ。これ要するに、これの今左側が08年で、ヨーロッパの発送電分離小売自由化というのはこの10年ぐらい前から起きてるわけですよ、10年以上前から起きてると。でこの推移になってると、これがね、山本さん、誰も報じないの。そうですね、ですからさっきお話したように、デンマークの家庭用電気料金というのはもう30セントですよ、132、3円だとするともう40円ぐらい、日本の2倍近いですよね、日本の家庭用電気料金って23円とか24円ぐらいですから、はい、せいぜい、ですからもうむちゃくちゃ、ドイツも日本の 1.5 倍ぐらいで、もうずっと上がってますけど、ドイツこれだけの電気料金を出して、で再エネが今どれぐらいあるかやったら、風力と太陽光で 12、3% しかないですよね、12、3% の電気を入れるためにこれだけの負担をしている。でドイツはもう来年の負担金が出てるんですけども、標準家庭で、年間3万円ぐらい負担してる。それは風力と太陽光のために負担する金が3万円なんですね。ですからドイツはですね、もう去年の世論調査で高すぎるっていう人が半分超えてるんです、国内で再エネの負担がもう高すぎると。だから3万円になったらもう大変ですよ、ね、でドイツはね、面白いのは世論調査やると旧東ドイツはみんな高すぎるが70何パーセント、あ、そっか、まだだから旧東西のまだあれがあるんだ。そうですよ、あの一人当たりの国内総生産 GDP 見ると 1.5 倍ぐらい違います、東と西は。未だにだから、その貧しい人にとってやっぱり電気代の負担ってものすごい大変なんですね、だから冷蔵庫止められないですし、照明切れないし、確かに。ところはお金持ちの人は結構無駄なもの使ってるからもうやめちゃうこれみたいなことできますよね。あと普及率も西の方が強くってですね、まあこれ SPD でも、あの支持保守党の方がどっちかというと支持したというんですけど、伝統的な支持基盤である農民とかですね、ドイツの場合は農家が結構大規模化しているので、まあ、そこに敷き詰めるとかですね、家持ってる人にが設置しやすいとか、そういう税制優遇の工夫をしたんで、ちょっとお金持ちが儲かるという仕組みの方ゆえに政治的な力になっちゃってまだ続いてるっていう側面もあると思います、ね、そうだからね、そう今の2人のお話でね、この図を見ながら私思ってたのは、このさっきのね、もう一回出してもらえますか、 EU の電気料金って、そうこれね、上デンマーク、これ山本先生のお話だと、まあとにかく自然エネルギーを輸出するぐらいになっちゃってると、そのぐらい高いと。でその次ドイツですよね。でもね、一番下フランス安いのはなぜかと、だからやっぱ原子力なんですよね、まあ、もちろん安全は大前提なんだけれども、原子力比率が高いと、でも新エネ比率が高いと上の方にこうドイツデンマークの方に行ってしまうというのを、その私は日本の政府もマスコミももっとちゃんとね言って、それで国民の選択に委ねて、それでも新エネがいいってなったら、まあそれはしょうがないと、だけどもおそらくドイツでさえと言っちゃなんだけど、ドイツでさえ東ドイツはもう何その半分以上、もう電気料金勘弁と。僕は、ね、日本もそれは上の方は裕福な人いっぱいいますよ、だけどやっぱり格差社会になりつつあって、ね、そうなるとここのところってのはもっとちゃんと言っていかないとね。なんか僕はこれはちょっと逆に新さんいろいろ取材されててね、はい、ジャーナリストの目で教えてもらいたいんですけど、なんかこの自然エネルギー選べますと、高いけど自然エネルギーですとかって言われてもなんかね、世論調査したら結構あの東ドイツと同じような雰囲気が出てくるんじゃないですかね。情報が伝わってないから、決断できないんじゃないかなと思うんですが、47番って見せていただけますか、はい、お願いします。これは有名な発電コストなんですけれども、はい、これ見て、これはあの民主党政権がちょっと原子力を高めに設定したといってプロの方が批判した図なんですけど、それでも原発ってまだ安いんですよね。でこれは再処理のコストとか含んでも、8円、約9円で、一番安い石炭で10円、
一方ですね、安い安いと言われている風力でさえ23円一番高くてですね、で地熱素晴らしいって言うけど11円とかですね、で安い安いって言われている NNG でもやっぱり 10% くらい原子力の方が安いんですよね。でこれやるとさっきの図の差がよくわかると思うんです。フランスが安くなってしまうっていうのはよくわかると思うんですよね。もちろん原発にさまざまな社会コストがあるってことは我々福島原発でとてもよくわかったんですけれども、それでも数十年単位で考えるとやっぱり原発は安いし、実はこれは日本でのコストで IA と IEAI が合同で調査出している数字だと、あの数字で原発っていうのはですね、世界平均では5円ぐらいという数字も出ているにもかかわらず、この事実がちゃんと受け止められてないっていうのか。で僕は原発を賛成すると、積極的に賛成する人間ではないですけれどもですね、コストの面から言うと有利だっていうことは情報の重要な一つであるにもかかわらず、ちょっと日本ではこの2年間忘れられちゃってるんじゃないかなっていう気はしますよね。まあ、だからこの話をするとまたアーニャロドも原発にしなとかってこういうすすレッテル貼る人いるんですけど、まあレッテル貼りはちょっとさておいて、その山本さん、でもそうは言ってもね、やっぱり再生エネルギーっていうのは僕は将来ね、その、まあ、日本でも世界でも技術がすごく今よりも、まあ、何十年か先に発達して、例えばよく言われてるのは蓄電機能というものがすごくそういうものが普及してくればね、例えば昼間太陽光とか、そういった、あるいは天気が悪いというか風の強い日に風力で貯めたものをね、例えば夏のエアコンのピーク時にずっと使うだとか、あるいは冷蔵庫の需要に使うとかっていう世の中が来ることを信じているので、いつかね、まあ自分が多分死んでる子供孫の時代だと思うんですけども、いやもっと早いかもしれないです。と言いますのはね、今世界 その政府が何やってるかすると、イギリスもドイツもアメリカも蓄電機の、要は再生可能エネルギー入れるのに、もうドイツも送電線の問題で限界になってるわけですね。アメリカはもともと送電線が弱いんで入らない、だからどうすりゃいいんだと、蓄電すりゃいい。で最大の蓄電機能は揚水発電所。あ、そうですね。ですから今アメリカ政府もイギリス政府も揚水発電所調査に政府予算ついてるんです。で政府予算つけて揚水発電所を探して作ってと、いうことなんですよ。で再エネに東南アジアで熱心な国はタイなんですね。タイはもう太陽光200万今もう申し込みがあって、さらに100万増やすんですけど、ですね、ところがね、タイも困るわけですよ、不安定な電源は。でどうしてるか、今揚水作ってます。だから太陽光で作った電気でもって、揚水って水をあげるですよね。あげて上に溜めといて、必要な時に落として発電する、夜間落とす発電。それからアメリカ政府なんかは今バッテリーの車じゃなくて、まあ、家庭用のバッテリーもそうですし、それから大規模蓄電装置、でアメリカで今一番その連邦政府のお金がついてるのは、地下に圧縮空気を溜める。で圧縮空気を溜めといて、で夜太陽光使えないときにそれでガスタービン回す。そうすると安くできるんじゃないかとかですね、あるいは太陽光発電ではなくて太陽熱発電、昼間に太陽熱を油を熱して油に溜めとく、で夜その油で蒸気タービン回す。例えばこういうふうな蓄電技術っていうのは世界中でいろいろ研究されてるんですね。ただじゃあそれで今の火力発電並みに安くなるかというと、まだまだ時間はかかるだろうな、ということですね。だからやっぱり商業として実際に商いとして使うには、それは逆に言うと日本近海で取れるそのメタンハイドレードもそうですけど、取れることは取れると。そうなんです、取れることは取れるんだけど、そうお金がかかっちゃってなかなかこんなもん一般家庭に売れないよと、その一般家庭に売れるようになる日までやっぱり再生エネルギーっていうのは大事にしなきゃいけないので、なんか私ね、太陽光今日本がそうなんですけど、なんかバブルっぽくなっちゃって、そのなんか投機筋がねこういたずらするようなものになっちゃってて、小さくなんでゆっくり育てなかったのかなと。いや、やっぱりね、それやっぱり太陽光もそうですけど、やっぱりエネ庁のね、その担当者のお話とか聞いてると、オフレコを前提にということで教えてくれるんですけど、結局ねみんな金儲けしたいんですよね、金儲けしたいと。で売る方も売りたいと、パネルを。そうすると結構認定が緩いもんだから、どん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 認定してもらえれば、買う方はあこれで発電できて、当時42円今38円だけど、それでも高いですよね、そうやって買い取ってくれる、しかも20年約束だから、そうするとああもう俺はこれで安泰だとなっていっぱい入れてんだけど、実際にじゃあ稼働してるのは今は政府が出してる数字だと1割ぐらいしか
ないですね。ないと。ところがね、これまた問題で、今もう6月末の最新のデータを見ると認定されている設備が2100万キロあるんですよ、ね。うん、ところがそのうち1割ちょっとぐらいしか今動いてない、はい、ということはね、2100万キロ認定されたやつが本当に全部動き出したら我々電気代これ払わなきゃね。いや、そうそう、それはでね、今は、さっき山本さん年間3万円とで、私もこの間試算したらですね、ドイツの場合は今年は私が試算すると2400円なんですよ、月々。1ユーロ130円で計算したんですけど、でね、日本はね、まだね100円そこそこなんですよ、はい、でちなみに我が家はですね、先月は知りませんけど、先々月はサーチャージがやっぱりそんなもんなんですよ、うん、でね、そうです、130円ぐらいだとね、まあ130円ならまあいいかと、いやで、うん、コーヒー1杯でっていう話で、あの缶コーヒーね、まあスタバのコーヒーの3分の1ぐらいだからまあいいかみたいになるんですけどこれがおっしゃるように200円になって300円になって500円玉でも足りないやってなって、まして1000円超えちゃったら、うん、多分この国のことだからわーっと逆風が一気に来ます、ね、来て、まあ4人家族でですね、約2万円から3万円と言われてるんですよね。だからそれでやっぱり3000円とか4000円になるとやっぱりみんな怒り出すと思うんですけど、実は先生が言ってる間もなくだと僕も思ってるんですよね、そうなんですね。でだからそっか、9割動いてないっていうのは、はい、それはけしからん話なんだけど、よくよく考えたら9割動いちゃうとそれはそれでまたちょっと、ま、大変なことだ。で電力も、あ、ごめんなさい、うん、でそのなんで動いてないかっていうと、もちろん中にはですね、あの工事の関係でいろいろ認可の手続きとか取ってる人もいいんですけど、はい、待ってる人もいいんですよ。なぜか太陽光パネルの値段は下がるから、待ってれば下がるから、だから認定だけ受けちゃって、受けちゃってまだ買ってねえと、42円で認定だけ受けて、で待って、あ、ごめんなさい、42円で認定だけ受けて、去年のですか、今年度、前年度末です、今年の3月末なんかはもう申請ラッシュだったわけですよね、うん、それはそうらしかったです、で42円で認定受けて、まあ、これもちょっと生々しい話があって、石川さん先輩でちょっとお名前言わないです、本当の幹部の方がこんなバカバカしいことできないよって、続けられないよって経営庁の方が言ってるような、あのね、エネ庁はね、エネ庁の人はてか経済産業省の人も、あの分かってる人は分かってるんですよ。ただご存知の通り、去年2011年に法案が成立したじゃないですか。でそれを応援したっていうのは当時ボコボコになってた経産省で、当時の担当の方名前言わないですけれども、これは国民への和解の印だって本当に言ったんですよね。和解、つまりだからエネルギー原子力政策でも信用が壊滅しちゃったんで、一つだけあのいいことをしよう、あ、みんなに受けるし、でその通り全部の全員与野党が賛成しちゃったわけなんです。よくわかんないで政治家受けすぎますよね。自然エネルギーで原発をなくす手段だって、で菅さんみたいに本当に信じちゃってる危ない政治家もいるんですけれども、だそういうのを見るとちょっともう冷静になった方がいいんじゃないかなっていうのは僕の感想ですよね。あれ山本さんね、海外ご覧になってて、まあドイツの例は、僕はデンマークとかドイツって結構しんどいんじゃないかと思いながらも、例えば山本さんが今見てこられた外国で、日本みたいなこんなね、うん、新エネとかっていうのは、そういう空気ってのは外国ってのはどうなんですかね。それほどないんじゃないかと思うんですよね、うん、でドイツも一時その、まあ、これで雇用が増えるとか、うん、産業が育つっていうんで熱狂したわけですよ、うん、ところが産業が育ったのは中国なんですよね、うん、だってドイツに入ってくるパネルの8割中国なんですから。なるほどで雇用は増えたと、ドイツの環境省は雇用増えたっていうレポートを出してますよ。ところが同じ環境省のレポートで減った雇用もちゃんと書いてあって、で下手したら2020年雇用は純減なんです。なぜかというとエネルギー価格が上がりすぎてるんで、そっちで雇用が余計に減っちゃうと、うん、でもっと問題は太陽光とか設置する雇用だけで、要は付加価値の低い雇用だけで、うん、作る方は全部中国で、日本はですね、まだ世界の中でマシなのは、実は日本で設置されてるパネルの 54% は日本製なんです、うんうんうん、でこれはね、世界の中でまれな国なんです。ただいつまでこれを保てるのか、それは価格面でだから、まだ日本は価格が高いんですね。まあ、パネル面積あたりだと7掛けが中国、6から7掛け。いや、でも7掛けだったら安いの買いますよ。だって太陽光って高いですよ、パネルね。おまけに買い取り価格が一定ですから、安いの買ったら絶対利幅が上がって、うん、さっき言ったように、だから中国企業を儲けるだけなんじゃないかなって思うんですね。そうなんですね。ですからドイツも最初家庭用がこう入った時は、うん、みんなドイツ製買ってたんです、うん、旧セールズとか、うん、ところが事業者は買わないですよ、うん、
安い方買うわけですよ、中国製で十分と。まあ、そうでしょうね。で事業用がどんどん増えてきたら、どん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 中国に侵食されて、でもうドイツメーカー倒産しちゃうと。それはよく聞く話ですよね。で不思議なのが、朝日新聞とか名前出しちゃうと飯田哲成さんとかですね、38万人雇用が増えたっていう話しか言わないんですけど、ドイツで減ってる雇用がある、減ってる雇用があるって同じレポートに英文で書いてあるんですよね。28万人増えたっていう数字の後に38万人減る可能性がありますって書いてあるのに、うん、そこをカットして朝日新聞と飯田さんは28万人雇用が増えたって書いてるんです。それはよくあの政府の官僚が使う手で嘘は言わないけど全部言わねえっていう。そうですね、なんだこれだって。で孫さんがまさに飯田さんの経由で同じこと言っちゃってるんですね。なんだって思っちゃったんですね。あ、知ってる人間はなんだこれはっていう情報が2年前はパニックの中でたくさん流れちゃったっていうことなんです。だからでもやっぱりそのだからといって新エネがダメと言っちゃうとね、うん、身も蓋もないというところは、それはないです。やらなきゃいけないんです。ただそうそう、お金の使い方を考えなきゃいけないんで、うん、そうなんですよね。で新エネってのはみんなで支える制度なんですね、うん、広く薄く電気代で集める。でその広く薄く集めたものを本当何に使うのがいいのか、うん、よく考えなきゃいけないわけですよね。で太陽光一生懸命やって中国製がどんどん増えてきたらこれ誰のためにやって、中国のためにやってるのかになっちゃうわけですよね。そうではなくて、やっぱりアメリカとかドイツがもう最近考え方変え始めたように、充電をやる、でバッテリーをやる。でバッテリーはまだ日本はシェアかなり持ってます。一時よりは相当落としましたけど、うん、じゃあそういうふうなところで頑張るとか、あるいはヨーロッパは中国締め出すために今洋上風力にシフトしてるわけです、うん、洋上風力みたいに技術がいる非常にまあ強靭なブレードとかタワーを作んなきゃいけない、うん、中国できないんですよ、うん、だから洋上風力っていうのはシーメンスとかベスタスが圧倒的なシェアを持ってるんですね、はい、だからそういうものをどんどんやっていけば中国メーカー入ってこれない、当分安泰なわけですよね。だから日本もそういうふうに政策的に新興国が追いつけないような技術で、それで新エネを再エネをやっていくというふうな戦略性を出さないと、このままやっていくともうヨーロッパアメリカの二の舞で大変なことになってくるんじゃないかと。だからやっぱり望ましいのは、その同じ新エネでもちょっと水力ってのはね、水を貯められるからあれは別なんですけども、うん、やっぱ太陽光風力ってのは新エネの二大巨頭みたいな感じでね、すごく我々も一般庶民にも親しみがあって、望ましいのはやっぱり将来的に技術の動向次第ですけど、やっぱり蓄電池、蓄電機能とのパッケージで物を売るっていうふうにしていかないと、そのまさにおっしゃる通り、あの太陽光はちょっと陰ったらやっぱりそれは、私ねあるね、大きなメガソーラー発電所ってのこの間あの名古屋の近くで竹戸での近くにあのちょっと行かせていただいて、実際のあそこにパネルがあるんですよ。でそこでどうぞと言うから、たまたまね高校と太陽がこう出てたんですよ。で手をねパッと当てたわけ、この手で扇風機が回ってるんですよ。手を当てると扇風機が止まるんですよ。ああなるほど、うん、ですね。そのぐらいあの要するに天候、雲の動きでもすごく敏感で、うん、まして、もうお話聞いたらですね、もう夕方、夏だと夕方のもう4時ぐらいにはもう動かないと、うん、ほとんどあのエネルギーとしてはエネルギー源としてはダメになっちゃうんです。だから砂漠でしか採算が取らな いでもそれでも昼間だけ、うん、なんですよ。ただそれを有効にどうやって使っていくかって、まあ人間のおそらく人類の知恵だと思うんですけど、うん、まだちょっといくら脱原発だといってもまだちょっとなかなか追いついてない、うん、そうですね、部分があるんでね、ですから例えば今おっしゃったように蓄電池で、ドイツは今年の5月から太陽光を買って蓄電池買うと政府が補助金出すんです。お蓄電池に補助金を出す。それはまた日本もそういうのパクっちゃいそうですね、これ、はい、そうなんです。ですからね、そのヨーロッパとかアメリカはやっぱりもう次を見て、どうやれば中国は入ってこれないかなとか、どうやったら本当に雇用が増えるのかなとか、うん、電気代をあまり上げずに済むのはどうかなと、うん、こういうこと考えてるわけですね。ですからドイツは新政権はもうこの固定価格買取制度見直すっていうのは割とはっきり言ってますんで、うん、今の買取価格はもう高すぎるとドイツ政府も言ってるわけですね、うんうん、ですから日本もそうならないうちに手を打たないと、そうなってからでは今日本の貧困者層っていうのは 16% 2000万いるわけですから、この人たちが大変なことにならないように早めに手を打たなきゃいけないなっていう気がします。なんか
あとまさに新エネではまとまったんで、天然ガス政策だけちょっと最後に、はいはい、お願いします。50番を出していただけますでしょうか。まあ先ほどだいぶ出た話なんですけれども、ガスに関して言うとホルムズ海峡依存度が高くって、これはとてもリスクがあるんじゃないかなっていう考えを私は持ってるんですね。はい、これですね。はい、でまあ、で将来割合が不明だから電力業界が今投資もできない状況になっている。で温暖化政策っていうのは立案不能になっちゃってます。で多分これを置き換えると簡単な試算ですけど、 CO2 は約原発をゼロにするという CO2 は約2割増えちゃうんで、もう日本はあの外に対して何も言えなくなっちゃうんですね、温暖化政策で。でエネルギーミックス政策も先ほど出ましたけれども、原発の利用目処が立たないので使用が偏在しちゃって、もうニッチもサッチもいかなくなっちゃってるっていうのが今問題なんで、うんうん、これもあと今日千葉県で出た PM2.5 っていうのも、もしかしたら火力発電があまりにも増えてるから、うん、80年代以来出ていないあの数値が日本でも出始めたんじゃないかっていう可能性があると思うんですね。でまとめて言うと、本当新エネっていうのは十分な柱だし、あの育てなくちゃいけないんですけど、これに加えて原子力っていうのをどうしようかなっていうのが我々が考えるべきことなんじゃないかなと最後に付け加えさせ、新エネと原子力両方新エネを育てて原子力もゼロっていうのは難しいけれども、まあゼロにするのは危険じゃないかなということを最後に一言指摘させていただければなと思います。まあ、なかなかその原子力については、まあ、難しいですよね。このなんかもう精神論が先に行っちゃってて、ね、今はその311より前っていうのは確かにその政治の中にも行政の中にも原発は安全、要するに安全神話ですよね、今ね全く逆で、原発を稼働させたら事故が起こるっていうのが逆に神話化しちゃってるような嫌いがありまして、まあ、すごく日本っていうのは極端だなと、まあ、チェルノブイリとかスリーマイル島とかっていうその日本アメリカとソ連という二大超大国の原子力事故をこうずっと眺めてきた身からすると、なんかやっぱアメリカソ連の旧ソ連のやり方と日本というのは どうしてアメリカとソ連みたいなやり方にならないんだろうと、その不思議なんですけれども、山本さんね、その天然ガスも含めて将来ね、その脱原発かどうかちょっと置いといて、天然ガス LNG シェールガスについての将来日本はどういうふうに当たっていくべきかみたいな、最後ちょっとあと3分ぐらいなんですけど、なんか提言みたいなものあれば。あのね、やっぱりシェールガスというのは大事だろうと思うんですよ、日本にとっても、はい、なぜかというと値段は下がらないかもしれないけど、分散ができるわけですね、うんうん、アメリカからシェールガスが来るとロシアも実はもうヨーロッパがロシア比率を落としてるんで、うんうん、日本と中国に天然ガスを売りたくてしょうがないわけですね、うん、で今北極海で液化プラント作ってますけど、でロシアアメリカから天然ガスが買えるようになると日本の安全保障という意味ではそもそも分散で非常に助かる、うん、でね、原子力問題で45番のスライド見せていただきます、はいはい、一つ言いたいのはね、はい、新技術というのは原子力でもあるんだと、これはビル・ゲイツですよ。ビル・ゲッツは何やってるか、自分の金を投入してで原子力発電やってるんですよね。でこれ廃棄物使うんです。小泉元首相が廃棄物処理ができないって言いましたけど、彼のこの TWR という動画ができると、そうすると廃棄物は処理できちゃうんです、このロールで。でこれができるとアメリカは800年間これだけで全部の電気賄えるって言われてるんですね。でこういう新技術開発に実はアメリカはこれ以外にもあるんです。絶対安全な小型原子炉っていうのはもう開発されてるんですね。でそういうふうな新技術の開発というのをアメリカがまた先頭切って始めてる、うん、で日本はですねこれ 3.11 以降ここの分野で遅れてるかもしれないという非常に危ないことがありますね。一つ付け加えると、中国と韓国がその新型炉で一生懸命やっちゃってるんですよね、はい、国費を投入して今度秘密に囲まれたプラントを作っちゃってですね、新疆の方にですね、だからここで置いてかれちゃうかもしれないですよ、まあ、あのもう時間来ちゃいましたけど、あのエネルギーの問題ねまだまだ続くんで、あの今日は本当にシェールガスの話聞いて私は一つ目が開きましてですね、やっぱりベストミックスだと。そうなんですね、まあ、原発はもちろんその安全前提にということなんですけれども、引き続きあのこの番組でもいろいろまた議論していきたいと思います。あの山本さん、多分これからねいろいろガスの情勢も動くので、またね、はい、いろいろお話を伺う機会必ずあると思いますので、これに懲りずにまたよろしく。石井さんもまた引き続きどうぞよろしくお願いします。皆さんどうも1時間皆さんどうもありがとうございます。すいません、ちょっと今日は、ね、声がかすれちゃってゆんべからもおかしくなっちゃったんですけど、ごめんなさい、来週はちゃんとリカバーしますんで、ありがとうございました。どうも。